生物学でいう反射とは、動物の生理作用のうち、特定の刺激に対する反応として意識されることなく、起こるものを指す。普通、反射という言葉を使う対象は意識の存在が確かめられる、脊椎動物に限られる。例えば昆虫が光に集まる、ゾウリムシが水面近くに集まるというような創生は反射と呼ばない。人の反射で最もよく知られたものに、 室外剣を叩くと課体が跳ね上がる。室外剣反射、屈筋反射がある。条件反射は定義によっては反射に含まれるが、ここでは扱わない。反射は、その機能から体制反射と内臓反射に大きく分けることができる。体制反射とは骨格筋を収縮させるものであって、腱反射、氷材反射に代表される。内臓反射とは、 自律神経系を介して内臓筋を収縮させたりする分節性誠意、反射全身性誠意、反射平行運動反応腱反射腱反射とは、腱や骨の突端を叩くと、そこにつながっている骨格筋が収縮する反射を指す。医師が診察において患者の反射を見るときは打剣器と呼ばれるハンマーを使って患者を叩く。患者とハンマーの間に、 医師の指を挟んで刺激を調整することもある。よく知られた、剣反射には次のものがある。氷材反射氷材反射とは、皮膚や粘膜に刺激を加えることで、その周りの筋が収縮する反射を指す。よく知られた、氷材反射には次のものがある。病的反射蒸気の反射は日常生活の様々な場面で起こり、姿勢を保ったり、 外傷に弱い臓器を守ったりする役に立っている。次に挙げるような病的反射は、定義から言うと、腱反射、または、氷剤反射に分類できるが、上に挙げたようなものが、起こって正常なのに対し、起こると異常であることから、臨床では別に扱われることが多い。把握反射なお、条件反射についても、一部の上がり症、喫音症、痴漢、パチンコ依存などは、 条件反射付けられた病的な症状との説が提示されている。内臓反射は、向上性の維持、全身の活動性の調節に役立つ。内臓反射を司る自律神経系は、交換神経系と副交換神経系に分けられるが、大まかに言って、交換神経系が働くと盛んな活動に適した。状態が導かれ、副交換神経系が働くと急速に適した。 状態が導かれる。内臓反射は常に起こっており、生存に不可欠なものが多い。また、反射を起こす刺激、それによって起こる反応を独立して取り出すことが難しい。これらのことから、内臓反射は反射の文脈で語られることが少なく、自律神経系の活動として説明されることが多い。例えば、急に寒い場所に出ると、心拍数と呼吸数が増え、 末梢の血管が収縮し、立毛筋が収縮する。これらは自律神経系が働いた結果だが、どこで受容された寒さ刺激がどの反応を起こすかは明瞭でないし、寒さ以外の様々な要因に影響されやすい。一方、次に挙げる動眼神経を介した反射は自律神経が関わっているが刺激と反応にかなり明瞭な対応が見られる。 すべての反射は神経系を介して起こる。神経系を介さない反応。例えば GFR 低下によるレニンマイナスアンジオ転身系の活性化などは普通、反射と呼ばれない。反射が起こるためには刺激が受容され、その刺激が何らかの中枢で処理され、筋や線に伝えられるという経路が考えられる。この経路を反射弓という。刺激を受容する器官を受容器。 反応が現れる期間を効果期と呼ぶ。例えば対抗反射では、網膜が受容器で、効果期は動向活躍筋である。反射弓の特徴は、中枢が大脳皮質でなく、脊髄や脳神経核などにあることと言える。反射でない行動、例えば道に効果が落ちているのを見て拾う動作は、目から入った情報が大脳皮質まで送られた後で死子などに伝えられる。 だから中枢は大脳皮質である。一方、反射を起こす刺激は大脳皮質まで送られるものの、反射の中枢はそれ以前にあるので、大脳皮質を通るよりも短い経路で反応が起こされることになり、より早く的確に反応する役に立っている。この迅速さから連想して、反射神経、反射的という使い方が生まれたが、これは貧瘍な、あるいは、 突さの動作を広く表すもので、必ずしも生物学的な意味での反射を指しているわけではない。死死の軽反射は更新も消失も病的な意義を持つ。軽反射の更新は、反射弓より高位で、皮質的髄路が障害されていると考える。軽反射の消失は、反射弓が障害されていることを意味し、急進路の感覚神経、遠進路の運動神経、 反射弓の中枢である、脊髄全核細胞の障害が考えられる。この場合、反射弓とは、筋防水感覚神経や群繊維高根モノシナプス全核細胞、前年運動神経、アルファ繊維筋肉の経路を指す。皮質脊髄路は、全核細胞に興奮性の刺激を送るが、不思議なことにこの経路が障害されると反射が、更新、つまり、 全核細胞の興奮性が増す。また、甲状腺機能更新症などで反射は更新する。検反射の初見だけでは、神経の病気であるかどうかは判断することは、一般には不可能であり、高度なトレーニングを受けた専門医が病歴やその他の兆候などから総合的に診断を下す。最近では、神経学的な診断をコンピュータによって行うという試みもされている。 バルサルバ効果イタリアの解剖学者、アントン・マリア・バルサルバが最初に使った。ありがとうございます。